昨日NHK の芸能花舞台で、踊りの放送がありました。その中で勘九郎と志の輔の兄弟が連獅子を熊本の八千代座で踊ったの録画の放送がありました。平成30年でしたね。素敵な、私もそこ一度行きましたけど、素敵な舞台で踊っていて、まあ毛振りなんかない、その小屋に合わせた振り付けでしたけども、そこで定番の音楽ですね、それがあったのでこれを弾いてみたいと思います。で、最初は連獅子も必ず鏡獅子のタタタタティラトティタっていうのが始まりますので、それで幕開けがあって、まあ二人が出てきて、普通だったら獅子に狩るための引っ込みというのがありまして、今回の連獅子の場合は引っ込まないので、そこで二人で踊っているのでそんな早くなくて弾きます。で、その後で最後、狂いがありますね。とてもいい感じのまとまった踊りでした。